平野翔の恋人役にぴったりは誰橋本環奈、今田美い人気女優ランキングトップテン。ファンの妄想爆発。平野翔しょかける今田美み花晴れ続編希望の声多数。切ない片思いの行方は、あの名シーンも振り返り。平野翔さんは、その美しいビジュアルと自然体の演技力で多くのファンを魅了してきました。彼が出演する恋愛ドラマや映画では、 観客に忘れられらない恋の物語を届けてきました。最近のアンケート調査で、平野さんと恋人役で共演してほしい女性俳優が話題になり、ファンの期待が高まっています。このランキングで注目を集めたのが橋本環奈さんと今田美桜さんで、彼女たちは平野さんとの相性や過去の共演作の印象から、多くの票を集めました。まず1位に選ばれた橋本環奈さんは、平野さんと映画、かぐや様は釣らせたい。 天才たちの恋愛頭脳戦で共演し、息の合った演技を披露しました。この作品は、恋愛に不器用な天才たちが両肩思いに悩む姿を描いており、ユーモアと切なさが絶妙に交錯するストーリーが多くのファンに愛され、2作品とも20億円以上の興行収入を記録する大ヒットとなりました。橋本さんが演じる会長と平野さんの副会長が繰り広げる知的な恋の駆け引きは、 見るるものををきつける特別な科学反応を生み出し彼らが再び共演することでさらに深い物語が展開されることを期待する声が多数寄せられています。また、橋本さんの可愛らしさと平野さんのカリスマ性が見事に調和し、視覚的にもお似合いと感じるファンが多く、再びスクリーン上での共演を待ち望んでいるのです。2位にはまだみおさんがランクインしました。 今田さんと平野さんは2018年に放送されたドラマ、花のち晴れ花をネクストシーズンで共演しています。この作品では、今田さんがこう一点の小悪魔的なキャラクター、マヤ愛理を演じ、平野さんの演じる学園のカリスマ、神楽き晴れに片思いをする役どころでした。しかし、劇中では二人の恋が実ることはなく、ファンの中にはその後の展開を見たいと願う人が多くいます。 今田さんは2023年にはサンクール連続で連続ドラマに出演するなど、精力的に活動しており、演技力も一層評価されています。そのため、平野さんとの新たな共演で、カップルとしての姿を見たいと期待する声が多く上がりました。ドラマでのキャラクター同士の恋の行方が未完だったため、今度こそカップルとしての幸せなエンディングを迎える物語が求められているのです。また 平野さんと今田さんは年齢も近く、共にナチュラルな雰囲気を持つことから、ファンの間では、自然体な二人がお似合いとの意見が多く寄せられています。平野翔さんと共演してほしい俳優としてランクインした他の候補も多く、それぞれの個性と平野さんとの相性が注目されています。同率3位には、浜辺美波さんと広瀬すずさんが並びました。浜辺美波さんは、の清楚で繊細なイメージが強く、 平野さんの持つワイルドさとのコントラストがファンにとって新鮮で魅力的に映ります。浜辺さんはその繊細な演技で観客の心をつかむ実力派であり、平野さんとのカップル役で感情の奥行きが深いストーリーが期待されます。また、広瀬すずさんもエネルギッシュで活気に満ちた演技が特徴で、平野さんとの共演によって強いインパクトのあるラブストーリーが描かれる可能性があり、ファンの興味を引きます。 広瀬さんは映画やドラマで数多くの賞を受賞してきた実績もあり、平野さんとの演技のぶつかり合いが新たな化学反応を生むのではないかと注目されています。さらにランキングには、5位の杉咲花さんや同率6位の長野芽さんと有村架純さんも選ばれています。杉咲花さんは、の内面の強さを表現する役柄が多く、平野さんと共演することで、感動的なラブストーリーが描かれるのではと期待されています。 永野芽郁さんは、の自然な演技スタイルで幅広い役をこなすことから、平野さんとの共演で新たな恋愛ドラマの可能性を感じさせます。また、有村架純さんは温かみのあるキャラクターで、多くの視聴者に親しまれていることから、平野さんと共に日常的な愛の物語が描かれることで、共感を呼ぶドラマが生まれるかもしれません。このように、平野翔さんと共演してほしい女性俳優たちは、それぞれが独自の魅力を持ち、 どの俳優が選ばれても素晴らしい恋愛ストーリーが展開されることでしょう。日本のエンタメ界は、今まさに多くの才能をあふれる俳優たちが台頭している時期であり、視聴者は彼らの共演によってどのような新しい物語が生まれるかに注目しています。特に、彼らのビジュアルや演技スタイルが絶妙にマッチすることで、単なる恋愛ドラマの枠を超え、観客の心に深く残る作品が期待されています。ファンの間では、 平野翔とこの俳優の共演ならではのラブストーリーが見たいという声が高まっており、日本のドラマや映画に新たな展開が訪れる兆しを見せています。平野翔さんの共演希望ランキングにランクインした女性俳優たちが持つ個性は、作品の深みを増すだけでなく、視聴者に新鮮な感動を提供する可能性を秘めています。恋愛ドラマの中で、キャラクター同士がぶつかり合い、時に成長し、 恋愛を通して変化していく様子が描かれることは、私たちにとっても感情移入しやすいテーマです。多くのファンが平野さんの恋人役に橋本環奈さんや今田美桜さんを選んだのは、彼らが持つビジュアルの美しさだけでなく、演技を通して届けられる人間的な温かさや親近感が大きく影響しているのでしょう。近年、日本のエンタメ界では美男美女としてのカップル像が求められつつも、見た目の魅力以上に人間味や。 心のつながりを重視する傾向が強まっているように感じられます。橋本さんと平野さんが共演した、かぐや様はつらせたいシリーズは、まさに恋愛の不器用さや葛藤、優しさが描かれた作品で、多くの共感を呼びました。これは単なるラブコメディではなく、誰もが抱える不器用さや誤解の連続が生む、よりリアルな愛の形を映し出したからこそ、見るものに深い印象を残したのです。また、 今田美桜さんとの花のち晴れの共演では、恋が成就しなかった物語の切なさが残っており、その未完のストーリーを見守ってきたファンたちにとって、再共演での続きが描かれることに大きな期待が寄せられています。未完の恋を再び紡ぎ直すという設定は、現実でも未解決の感情を抱える人々にとって特別な意味を持つかもしれません。視聴者は自分の過去の恋愛経験を重ね合わせ、登場人物たちの再会と和解。 もしくは新たな恋愛の始まりに感情移入しやすくなります。これは単に物語の展開だけではなく視聴者に自己投影の場を提供することによって作品が深く心に刻まれるからです。同様にランキング上位には他にも多くの人気俳優が選ばれましたが彼女たち一人一人が平野さんと組むことでまた違った恋愛模様が繰り広げられることは間違いありません。例えば3位の浜辺美波さんは その繊細さと純粋さが観客の心をつかむ俳優です。平野さんのカリスマ性とは異なる、内面的な魅力を備えた彼女との共演であれば、より穏やかで内省的な恋愛模様が描かれるかもしれません。視聴者は、南さんが演じるようなキャラクターの深い感情表現に引き込まれ、平野さんがそれをどう受け止めるのかという関係性に注目することでしょう。また、同じく3位にランクインした広瀬すずさんは、 強い個性と活気あふれる演技で、平野さんとの化学反応がダイナミックなドラマを生み出すと予想されます。彼女は、多様な役柄を演じ分けることで知られており、恋愛の中に葛藤や挑戦を含むキャラクターが似合います。そんな彼女と平野さんの間で生まれるカップル像は、力強さと儚さが交錯する新しい恋愛観を映し出すかもしれません。5位に選ばれた杉咲花さんも注目の一人です。 彼女はシリアスな役柄からコミカルな役柄まで幅広くこなす演技力で知られており、平野さんとの共演で新たな挑戦が期待されます。特に杉咲さんが持つ芯の強さと、平野さんの柔軟な魅力が組み合わさることで、視聴者にとって忘れられないカップル像が生まれるかもしれません。長野明さんや有村架純さんも、自然体でのびのびとした演技が持ち味であり、平野さんと共演することで親近感が湧き、 温かい日常的な恋愛ストーリーが期待されています。特に永野さんの明るさと平野さんの持つユニークな魅力が合わさると、等身大の恋愛模様が描かれ、視聴者が彼らの日常に入り込んでいるような感覚を味わえることでしょう。平野さんとこれらの俳優が再び共演することで、日本のエンタメ界にどのような新たなカップル像が生まれるのか、ファンや業界関係者も注目しています。特に 俳優同士が持つケミストリーや演技の相性が作品の成功を左右する今、彼らがどのように役を掘り下げ、演じることで視聴者の心を動かすのかが重要です。また、スクリーンやテレビだけでなく、SNS などを通じて彼らの舞台裏の様子やインタビューが広まり、視聴者がより身近に感じられる機会も増えています。ファンは物語の外でも彼らの姿を追い求め、応援することができ、 そのの関係性が作品への期待をさらに高めています日本のドラマや映画において、ただのラブストーリーではなく、共感やリアリティを重視する傾向が強まっている中で、平野さんとこれらの俳優たちがどのような新しい恋愛観を提示してくれるのか、今後の展開に期待が寄せられています。